はい、こんにちは、テニスエッグ枚方校の満腹です。今回は、ボレーへの対応力ということで、特にフットワークを中心に、練習していきたいと思います。少し初中級の方には難しくなるかもしれませんが、この感覚が分かれば、ボレーを大きくレベルアップできるきっかけになりますので、ぜひ皆さんでトライしていただきたいと思います。今これ球出しで行っているのは、一番基本動作なんですが、サービスラインの後ろに立っていて、最初に軸足がまずラインをまたいで、その後踏み込み足がラインをまたいで、打ち終わった頃には右足も左足もサービスラインよりも内側に入ることで、こうボレーのこうワンツーのフットワークを、意識してもらうという練習です。中にはこう踏み込む足がイメージが強くって、軸足があまり前に入らずに踏み込む足だけが前に入ってしまう方も多いんですけど、そうすると体が少し前に突っ込んでしまいやすいので、まず軸足ですよね。右足左足、右足左足、この感じでボールに入っていきます。飛ばない分をラケットのスイングなんかにこう任せてしまうという感じよりは、こうやってしっかり足で運んでいくというか、押し込んでいくようなイメージを持ってもらえると非常にボレーしやすいかなと思います。続いてはこれは軸足だけでボレーをするという練習です。実際にさっきのような軸足から踏み込み足という形で2歩使えると理想なんですけども、ほとんどの場合はボレーの場合、こうとっさに来るボールをボレーすることが多いので、なかなかこう2歩実際は使えないというのが現実的なところとしてあると思うんですね。でこれは、特に例えばストレートにドンと1本速いのを打たれた時とか、思ってるコースと逆やった時に1歩しか出せないシチュエーションの中で軸足だけでこうボレーするというような練習ですね。例えばフォアボレーの場合だったら右足を出してボレーしていくんですけども、大事なのは軸足だけをしっかり曲げてしまっては上半身が少し傾いてしまうので、反対方向の足も少し膝を緩めてやって、自分の体のまっすぐをキープするというのが僕的には大事かなと思ってます。あとはこのボレーをすることで少しこうボールを引きつける感覚が理解できると思うので、自分から迎えに行きすぎないという意味ではすごくいいかなと思ってます。このボレーに関しては最初の、フットワークと似てるんですけども、少し違うのは先に踏み込み足を決めてから少しこう体重移動で送り出すようなボレーですよね、やってます。特に今後平行陣になっていったりして、クロスへのロングボレーとか、ストレートにも打つ場面あるかと思うんですけども、少しボールの距離を出したい時なんかにこういうような運ぶようなイメージで、送り出すようなイメージでボレーできるのもいいかなと思います。どのフットワークが正解というよりは、その場面に応じて使い分けれるのが理想だとは思うんですが、まずこういうところでこう球出しなんかで基本練習をやっていって、いろいろなバリエーションをまず理解していくっていうのも大切かなと思います。このボレーは少しこう浮いてきたボールを相手コートに押し込むときに、一番最初にやったフットワークと同じで、まず軸足からなんですけども、ちょっと違うのは浮いてきたボールに対してこうしっかり距離を詰めたいので、最初の軸足を前に大きく踏み込んでいるというのが違い、決定的な違いになるかなと思います。軸足を最初に大きく踏み込むことで、より高い打点、よりネットに近づいたところからのボレーをすることができますし、結果ネットミスが減ったりとか、相手に対してこう攻撃力のあるボレーを送り出すことができると思います。なのでちょっと最初の一歩目なんかを距離詰めるためにも大きく入れる、
そしてネットとアイルとの距離を縮めにかかるっていうところがイメージされるといいかなと思います。1歩目ですよね。意識するのは最初の軸足の1歩目を大きく前に入れるところ、この辺を注意してやっていきましょう。たくさんやりましたが、皆さんのボレーのレベルアップにはどれも必要な技術です。今月も頑張って練習していきましょう。よろしくお願いします。